医療の戦いの後、殿は亡くなられた。私に、龍禅様を頼む、と言い残された。努力は惜しまないつもりだけど、正直思う。でも、人は変わるものだから。寛平がそうだったように、龍禅様もきっと。そう信じることが、今は大切なのだと思う。次の戦いは外邸。今度の戦、父上も、趙雲殿も、寛平もいない。私をそばで支えてくれる腕はない。それでも、私は行かなければ。我々はこれより北伐における要衝外邸の地を守る戦に向かいます。全軍街道沿いに布陣し、義軍を迎え撃ってください。彼の地は山上での布陣が上策に見えますが、惑わされてはなりません。兵器を盲導することなく、街道の守備に専念してください。正斎殿、かつて張飛殿や張雲殿がそうあったように、あなたの腕、皆を導いてください。蜀の行く先を指し示す星の光のごとく。馬謖殿、山上に陣を構えるなとの上将の言葉、お忘れか。あの高所の竜を生かさず何としよう。私は山頂に向かう。木に望みて変に応ず、勝てば上将も分かってくださる。馬謖殿の気持ちも分かる。ひどく嫌な予感がする。山頂へ赴き、逆落としにて義軍を攻める。一見山頂は有利に見えるが、今の実際は二方向に攻められ危険だ。中央の麓は我々が奪還に向かいます。馬長殿、正斎殿は海藻にて敵の迎撃を。餌に釣られてのこのこと、今だ。足を落とし、馬謖を孤立させよう。孤立させられただと、上司はこの展開を読まれていたのか。強敵と会えたわ。敵将討ち取った。
この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。俺がぶっ飛ばしてやる。今度は負けねえからな。敵将打ち取った。敵中を突破する。俺に続け。死の調べをお望みかしら。絶対に忘れません。敵将討ち取った。カイドウの軍が止められるとは。宗神殿、麓はもうよい。カイドウを迂回して諸本陣を攻めよ。俺の攻撃かわせるか。次は負けない。敵将討ち取った。さあ全力で来るがいい。敵将打ち取った。冴えているな。策とは幾重にも巡らせるものよ。諸本陣を一気に攻め落とせ。馬謖殿の救出と本陣の守備、どちらが大事だから決めなくて。味方の救援が来るまで耐えるのだ。二方向より攻められずに済む。助けに来てくれたのか。
敵将討ち取った。麓を奪われたか。慌てるな、また奪い返すまでのことだ。美しく彩りましょう。磨きをかけて出直します。敵将討ち取った。よし、この機を逃すな。攻勢に転じよう。包囲を突破されるとは忠達の爪が甘い。体勢を立て直せ。そのまま力でねじ伏せよ。娘に用はない。おとなしく失せるな。
だまだ。敵将討ち取った。自軍の軍略において危うい面があったが、なんとか外形を守りきることができた。上将の期待を裏切らずに済んでよかった。今後も外形は義に対する要所として活用されるだろう。この戦の勝利は蜀の天海とつながる大事な一勝だったと思いたい。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際二国に及び生涯秀才と称される人物のようじゃな。